でアクセスを増やしたいですと、自分のサイト、SNS、自分のメディアですね、でアップする手段というのを、ご相談いただいてます。で、アクセスを増やしたいですということなんですけれども、まあ実際にですね、まあこういうですね、アクセスを増やしたいという声は確かにいただくんですけれども、SNS で増やしたところでですね、そんなに意味がないと。SNS のに対してのアクセスをもらってもですね、もっと言えばフォロワーとかもらっても意味がないと。まあ要は目標を明確にした上でですね、例えば、ご自身のですね、メルマガだったり、LINE のですね、こういったその読者さんを実際に増やしていくっていう動きをしないと、なかなか難しいのかなというふうに思います。なので、実際にですね、うまくいってる人をまず見つけるというのは一番大事かなと思います。で、アクセスの増やし方、まあ、いろいろ自分ももちろん個別コンサルでお伝えすることはできるんですけども、まあ、そこがメンターが一番ですよね。